ピンキーだよ。12月に行われる4日間のカラフルピーチとサンリオさんの特別コラボステージ、皆さんはもう先行チケットに応募したかな。抽選結果の発表はあさって9日土曜日の午後1時です。今からワクワクが止まらないよね。さて今回はカラピチ顔出しするの？参加するには小学生だけで入れますか？などを中心にピンキーがズバッと皆様からの質問に答えていきます。どこよりも早く分かりやすく、そして明るくお伝えしますよ。前回のトーク動画でもコメント欄にね、多数質問や感想が届きました。毎回励みになるコメントをありがとね。残念ながらね、一部の米主さんがピンキーがお返事すると即コメントを削除するという、謎の行動をねされる方がまあちらほらいまして、削除してもね、こちらでは履歴として全部残るんですけれどもね、まあ皆様ね、いろいろなご事情がありますからここでは深く追求しませんが、やはり他の方が見て不快に思われる内容、カラフルピーチさんへの誹謗中傷、そしてピンポンダッシュのようなコメント投稿はピンキーも望んでおりません。ここではみんなで気持ちよくカラフルピーチンを応援、そして情報交換ができる場所として提供しておりますので、あまりにもコミュニティガイドラインに反する書き込みがあった場合はその都度厳重に対処させていただきます。よろしくお願いいたします。では今日も楽しく参りましょう。 Here we go!最初の質問はこちら。コラボステージで参加するのに何か必要ですか？前回のトーク動画では細かくで書類について伝えましたけれども、たくさんの漢字が多かったからかな。小学生のね、リスナーさんからよくわからない、難しすぎるといったねコメントをいただきました。そうだよね。ごめんごめん。知らない言葉ばっかりだったよね。なので、今回はね、わかりやすく、もう短く大事なことだけ言いますね。もうここだけ聞いて。イベント当日は、1枚8500円の前売りチケット、そして身分証明書をご持参ください。はい、もうそれだけ。はい、それだけですよ。身分証明書っていうのはね、会場に入場するときに本人確認を行うんだけれども、そのときに必要なものとなります。学生証や免許証、マイナンバーカードなどね、写真付きの身分証が1枚あれば十分ですよ。どうしてもね、写真付きが一つもないっていう場合は、住民票や保険証などをご用意くださいね。次の質問いくね。小学生だけで入れる？答えは入れません。必ずね、中学生以上の保護者の付き添いが必要になります。そもそも、今回のね、コラボステージの会場だけではなくて、ピューロランドの施設自体に小学生以下だけで入ることは、禁止不可なんですね。なので必ず中学生以上の方と入場してくださいね。ぶっちゃけるとね、コメントに親に内緒でカラピチファンの小学生の妹を連れて行きたい中学生の子からの質問があったんだけれども、最初ね、読んだ時、いや妹思いで優しい子だな、応援してあげたいってね。いやピンキーそういう子ね、本当に大好きなんですよ。でも、親に内緒で、後でね、何か問題が起きた時困るのはね、その子だし、
いやー、だからね、あまり未成年者が保護者に内緒での行動っていうのをね、まあ、今回に限らずですけれども、おすすめはしないかな。何より、カラフルピーチさんにご迷惑がかかる可能性もあるんです。ねえ、やっとつかめたサンリオといった大きな会社との初コラボですよ。夢を実現させるため、そして何よりファンに喜んでもらうために、今ね、カラフルピーチのメンバー、そしてスタッフさんは一生懸命動いてます。ねえ、舞台が成功できるよう、みんなでマナーを守って当日向かいましょうね。ではこの質問に行こうかな。これね、一番みんなが知りたいことだと思うんだよね。カラピチ顔出しするの？数時間前も実写だけど手だけですよねといったコメントがね来てるんですよ、ピンキーとこに。ぶっちゃけ先に答えますね。ピンキーの予想なんだけれども、MC のみマスクして顔出しの可能性があるです。はい。顔出しあります。MC っていうのはね、このね、イラストの両端に表示されているメンバーなんだけれども、ジャパパさんでしょ、ノアさん、タッツンさん、そしてナオキリさんですよね。彼らのみ顔出し演出があるんじゃないかなーってね、ピンキー淡い期待をしております。なぜね、ピンキーがそう思うかというと、まず、ジャパパさんとタッツンさんって、他の YouTube チャンネルでね、何年も前にマスクなしで面白い動画を投稿してるじゃないですか、実写でね。だからもうお二人の顔は、ほとんどのファンは知ってますよね。で、ナオキリさんはね、カラフルピーチでも最年長さんですし、ノアさんも初期のメンバーじゃない？でね、そもそも今年5月に行われた記念すべき第1回目のリアルイベント、カラピーチパラダイス2024、やっとみんなに会えるよ、in マグハリメッセ。あの時すでにマスクありなんだけれども、カラフルピーチ全員、もう顔出ししてましたからね。実写でしたよ、全員。うりさんもよ。うりさんはね、途中からパンダの着ぐるみでしたけれども、オープニング曲のね、マイヒーローではね、生身でしたからね。まあ、ゲーム実況 YouTuber さんですから、ピューロランドに来場しないでバーチャルやリモートの可能性っていうのもね、もちろん否定はできません。でもサンリオキャラクター様は出演するのにリモートってさ、いやいやいや、サンリオさんに逆に失礼すぎるでしょと思うんだよね。約60分とね、短いですけれども、おそらく事前収録とかではなく、濃厚なライブパフォーマンスじゃないかなってね、ピンキー期待してるんです。いやいや、ピンキー勝手に憶測動画上げてるんじゃないよ。カラフルピーチご本人が登場するので、公式もまだ発表してないじゃんっていうね、お叱りの声が届きそうですが、まあね、その通りなんですよ。んー、でもさあ、考察したいよね。あ、もちろんね、カラフルピーチにご迷惑かからない程度になんですけれども、みんなで一緒に考えてみるのって楽しいよね。あ、もうこれじゃね、拉致が開かないんでね、わかった。じゃあこうしましょう。はい。ピンキーがなんでそこまで強く断言今しているのか。まずね、3歳以上を1人、お一人様よ、8500円のチケット。はい。プラス、ピューロランドではね、珍しい厳重な撮影禁止の文字。双眼鏡もダメでしょ？ファンレターなどのね、受け取りも NG。お祝いのお花の持ち込み禁止。お祝いのお花って何っていうね、サンリオキャラクターだけなのにお祝いのお花っているってさ、思わない？でね、カラピチさんのまあ衣装カラーというか美獣なんだけれども、サンリオキャラクターのね、クリスマス衣装と同じ黄色なんですよ。で、とどめはさ、ペンライトについての注意事項まであるよね。でもそんなの他のピューロランドのショーに今までね、ピンキー何回も行ってますけれども、そこまでね、
本当にないよ。これ絶対大物来る時の前触れじゃないっていうね、感じのもうゴテゴテの注意事項っていうのがね書いてあってね、チケット買うところにも、いやここまで普通しないよね、うん、これはあのカラピチパラダイスの時とねもうほぼ同じ内容なんですよ。まあどっちかっていうとね、カラピチパラダイスの方がまだ双眼鏡も持っていけてたし、ファンレターもね渡せたしみたいな感じで、それよりも厳しいじゃんっていうね。だからねこれでね何にもなかったら、なんじゃこの茶番はってね思っちゃうね。カラフルピーチの皆さんが来てくれると信じましょう。で最後にね、じゃあ MC 以外の手と声のみのメンバーはどうなのよってことだよね。あのステージがね、ピューロランドのステージがそもそもそんなに広くないよ。もちろんね、あの素晴らしいステージですよ。ごめんごめん、あのピンキちょっと言葉が足りなかったね、ごめんね。素晴らしいステージがねもういくつもあの施設内にあるんだけれども、幕張メッセと比べたらってことね、あそこまでね大きくないんですよ。しかもね、サンリオキャラクター様たちが毎回ね、あの 3,4 人出演してくるっていうね、え、もうこれお母さんと一緒並みじゃんみたいなね、うん、だからね、あの MC 以外の手と声のみのメンバーは、うん、おそらくなんだけれども人形とか持っての顔なし出演かななんて思っております。もちろんね、リモートの可能性も否定はできませんけれども、ここはねあえてご本人が手で登場してくれるんじゃないかなって思ってるんだよね。だからまた NHK E テレの例で出すと、ウータンみたいな感じかなってわからないよね。知らない人は全然知らないよね。何ウータンってって感じだけども、ピンキーね、いないいないバーの今は亡きウータン世代なのよ。だからね、まあ、あんな感じでこう、手でフリフリフリとかね、やってくれるんじゃないかなって思うんですよね。いつも聞いているあの声が生で聞ける、そして同じ空間にいるっていうだけでもね、夢のようなひとときだと思います。プラスあの憧れのサンリオキャラクターさんたちとの一生で一回あるかないかの楽しいショーですよ。それがね、見られるのは、もうファンとしては嬉しい限りですよね。全部でね、8回ありますけれども、どの回も素晴らしいと思います。ピンキーがね、特に注目しているのは、個人的にね、ハンギョドンとタッツンとの絡みなんですよ。面白いパートナー同士。もうね、想像しただけでね、もう面白いと。だからね、絶対楽しいよね、その回。もちろんね、22日の日曜日は12月バースデーメンバーのね、ジャパパさん、シバさん、そしてウリさんがね勢ぞろいしますよ。で、2部ではね、そこにバッとバツ丸くんが現れるんですからね、もう確実になんか起こるでしょうっていう。ノアさん、もうあのピンキ何も言わなくて本当いい。もうね、マイメロとの癒しコンビですからね、もうそこにいてくれるだけでマイナスイオンを浴びてるって感じですよ。でね、リスナーの方から多く、寄せられてるコメントなんですけれども、直桐さんが出るのマジレアじゃんっていうね。そうだよね、直桐さんの MC って珍しくて貴重だよね。そういうお声もねいただいておりますよ。もうね、全部の回行きたいよね。無理なんだけどさ。いやー、だからね、行けない回、配信とかでね、見たいよね。また、見させてくれるのかな？ちょこっとでもいいからね。なんか雰囲気を味わいたいよね。まだまだ続く質問コーナー。今までのイベント、ドイツ村のイルミネーションや、カラピチパラダイスとの比較。デメリット、メリット。ステージ衣装はあるの？本人確認はやっぱあるんですかね？行くならこれだけは知っておいて、などなど。これからもね、ピンキーが本番に向けて、ズバッと皆様からの疑問に答えていきますよ。お楽しみに。では、またねー。